今日のおやつはボール。ポピポ。これこれ。栽培マンじゃないよ。顔に見えないなんか。そういうシークレット的な？これおさげちゃんでしょう。今度はマジで目みたいなのついてるけど、子供の頃から周りのなんていうの？裂けた豆みたいな。これ何なんだろうなって疑問だったんですよ。書いてありました。つまり白いところはポン菓子で、この黒いところがかりんとうってわけ？そうだったの。小さい頃はね、茶色いとこが邪魔だから、これだけね、なんとか取ってね、食べれないかなって思ってたよね。でもダメ。硬いもん。ボールといえば、もう世間じゃあれなんでしょう？ロンドンなんでしょう？長年コツコツやってきた人にとってはやっぱ、ヒノキ舞台だよね。コツコツも何にもやってこなかったおっさんにとってはね、やっぱ彼らの頑張りっていうのは、賞賛に値しますよね。用意するものは、スプーン2個です。これを1個置いて、こう置いて、こうすんの。これでできんじゃない？ほら、こうしてさ。まあ、生まれ持って何か持ってる人ってのはね、これ往々にして、やっちゃうからね。編集じゃないから。ほら、一発でもう一回入ったもん。もっとこう伸ばしとかないとダメか？すごい飛ぶ。ここだ。ここにこうしときゃいい。球技って大変だわ。そこで何やってんなってね、後で怒られちゃうからね。全然だね。そんな難しいかね。よし。火がついたよ。君が。わかります？このスリリングなキュウリの。スリリングなキュウリっていうのは。これあれじゃない？カメラのメモリー足んなくなんじゃない？掛け声が良くない。世界の舞台でホはないわ。さあ！さあ！無理かな？球技大変。日本も日本じゃないのもみんな頑張って。ウグイスボールでした。キングサンスピエー。おさげちゃんでしょう。あ、すげえ硬い。ああ、顔無理だった。うまいね。